そうだっけ。あ、そうだ、昨日は配信お家じゃなかったから一人だったわ。乙女は乙女シルクはいなかったね。一日ぶりの乙女。やっぱり寝てたのに起きました。さすがショールーム愛嬌。乙女ちゃん、こんばんは、こんばんは。寝転がってる。ギフトありがとうございます。なんかさ、まあ、今日も今日リハで朝だったし踊ったし眠さもあるけどメイクの薄さもあって、なんかさ今日顔薄い。なんか覇気がない、目に光がなく見えるのはなぜ。なんか大丈夫かな。おだーちゃん、ギフトありがとうございます。今日も少しで配信終わりにします。多分テロップ出たら、でもテロップ出た時ちょうどもう配信終わる時間だけど12時前で、まあ、その時決めます。とめちゃん今日もまだ寝れないんです。ごめん。シルクさんはギャドタワーの上で特等席で寝てます。もう明後日だってさ、もうみんなに会えるんでしょ、来てくれる方には。幕張メッセでトーク会だもんね、2日間。早っ、いつの間にかもうそんな日、もっと先だと思ってた。体感もう明後日、明後日し明後日、早っ、行くよ。ありがとう。楽しみにしてるね、みんな。やっと会える、会いたかったよみんなに。でも今回ね、まだ追加で追加の愛のホログラムの時のなので、選抜発表前だったから、そうおめでとう言いたかったけど言いに行けないやという方ももちろんいて、なので次の告白心拍数の発売された時にあるオンラインロングトーク会だったり現地でトーク会とか発表されたら、そこで会いに来てくださると嬉しいです。本当はね、私がみんなの元にさ会いに行ってお礼を言わなきゃいけない立場ではあるんですけど、それもそうはいかないのでちょっと申し訳ないんですけど、楽しみにしてます。ギフトありがとうございます。乙女、乙女ちゃん、乙女ちゃん、乙女、
目だね。乙女でーす。今日もそっか、一日ぶりの乙女、どうですか皆さん。こっちで乙女こう打ってますね。あ、いいですね、かわいいですね。顔がシュッとして見える、上からだからかな。止めちゃう、止めちゃった。乙女ってさ、ここをやるとこの鼻がさシュッて入るじゃん、ここの袋が。でなんか鼻呼吸しづらくなるのか、絶対にフンってやるの。なんでお鼻の中ゴミ詰まってないでしょ。鼻の穴の空洞が狭いのかな、他より。シルクハッピー、実家にいる子たちならないので。あ、でもスコティッシュ割となるかな、実家にいる子なってる子いるかも。種類によってかな、鼻の穴。いやでも基本一緒だけどな。こんばんは、こんばんは。でも昔からやってたわけじゃないんだよな、急に。やっぱ大きくなったからかな。年齢もだし体も。こんばんは、こんばんは。おとなしくなっちゃった。もう寝るみたい。今日の出番は終わりみたいです。ギフトありがとうございます。かわいい猫ちゃんですね。ありがとうございます。うちの子かわいいんです。そうなんです、親バカですね。明日もよろしくね、配信。たまに出ないけどね、私が練習するかどうかで。そう、今日さ、サトカホラボでチーム E の次のシングルのカップリング曲、チーム別の曲で解禁だったんですけど、まだ曲は私聞いてなくて、でも曲名とセンターが誰なのかは事前に知ってたので、すごく楽しみです。楽しみでした。すごくない？なんか前回岸辺の少女たち、ん？やばい、曲名混ざる。少女よ、少女たちよ、めっちゃあるよね曲名。岸辺の少女からの岸辺の誰か、嬉しい。里川さん初センターだよ、だってカップリング曲センターでもすごい私的には嬉しいし、表題曲のセンターも夢じゃないですか。だから私もそれが夢だし、見たいし、
その時にも一緒に選抜に入っていたいしっていう気持ちです。私の隠れ目標、夢。さんの初センターの時一緒に表題曲を歌いたい。ね、K2 もいつだかは分からないですけど楽しみにしていてください。ね、今回 MV 撮影がないのでそれはすごく残念なんですけど、でもいつかねどこかで曲披露はあるはずなのでその時を楽しみにしててください。そうなんだよ、 MV ねないんだよな、特典映像なので今回は。ねえ、推しも MV 見たかったし自分も参加したかった、チーム別で昇格して来てくれた子たちと一緒に MV 撮影まだないので、チーム別のカップリング曲もう今回初なので、そう悲しい。ね、ギフトありがとうございます。ね、選抜釣り初めて伝えた時に動画がないのが一番残念。私の？話したかもしれないけど、私もさ選抜発表って電話じゃなくて直接伝えられるものだと思ってたんですけど、今回電話だったのでびっくりしました。人によって電話だったり直接の人もいるしっていう、まあ基本は電話らしくてびっくりしました。そう、動画撮影されててお部屋に行ったらで選抜入りですって報告を受けたメンバーも過去にいるっていうことを聞いてたので、もうそればっか想像してました私は。だから逆にそう急に電話で伝えていただいた時はびっくりだよね。しかも病院だったので声の出ない時ね。マネージャーさん録音してたら面白かったな。でもやばかった、声出ないの私本当に、小声カスカス、小声もう小声以下。本当にあの配信でも YouTube 配信でもあった通り虫の鳴く声、まさにそれでしたね。もうハスキーとかはではない、ハスキーはちょっと治りかけだったので出ない、もう真似できないぐらい。やばいよね。まあでもそれもいい思い出です。なんか普通よりこうやってなんか頭に記憶に残るような状況の方がさ一生覚えてられるし、みんなにも覚えてもらえるじゃん、あさあやってこんな感じだったよね確かって。結構それ嬉しいよね、ネタにもなるし。こういう活動してるとなんかネタになることって結構
大事よね本当に。その時悲しい気持ちになったとしても後日笑い話とかになった時いいよ。 MC のネタになるこれっていう脳がもうさ、アイドルというかやってる人だよね。そうだよ。でも一生この話をすると思う。やっぱ聞かれるタイミングが多いと思うので、ギフトありがとうございます。15分だったね。今日で533日目、ありがとうございます。そうだよ、ネタがすべてそうなんだよ。確かに昇格発表の時はやっぱね、周年コンサートの時だったので配信もあって、映像にとかいろんな方に見ていただけてたのでよかったね。本当あの時は呼ばれないと思ってたんで、ケンさんの昇格を喜んでたら自分の名前次言われてびっくりしたな。コロナ禍だったから近寄れないし悲しかった。サプライズだよね本当に。50分か。15分経った時10分ある。あーでもやんなきゃいけない。終わりにしよう。頑張ろう頑張ろう。早いけどごめんね。ランキングを読みます。ギフトありがとうございます。1位ケイタ、2位ケパパ、3位むつみ、4位眉毛怪人、5位お父さん、6位ひょう、7位顔面国宝、8位きみちゃん、9位まさき、10位あっくん、11位長谷部。言えないね音ね。変わっちゃった。12位猫舌、13位かずやっち。はい、ありがとうございました。はい、乙女ちゃん、乙女の力も借りながら頑張ります。ありがとうございました。バブルにもう一つの近めの動画を送ろう。みんなもゆっくり休んでね。おやすみなさい。ありがとうねみんな。